Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. タクジと歩く25分11月1日月曜日放送分です。タクジと歩く25分。これ下って登って左に見えてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、とにかく能古島の北側にあるのが、アイランドパークですか、ずっと歩いております。まだ現れませんね。大丈夫ですか？焦ってきてますね。そうですね。そうです。実はね実はね、まあ、2本目では着きたいよねっていう思ってましたけどね。今日で2週目ですからね、はい、まさか3週目には行かないとは思います。アイランドパーク方面と書いてありますから、やはり私たちの歩いている方向は間違いではない。あとバス停何個だろう。明るくポジティブに捉えたいと思いますね。このまま2週目で到着できないっていうとどうなるのって感じですよね。久しく行ってないから間違ってるかもしれない。ここで行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。今朝もタクジさんのお散歩について行ってみましょう。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. おはようございます。坂口拓司です。おはようございます。柿木香菜です。福岡市西区の能古島に来ております。先週からの続きです、はい。とにかくねこの番組はリサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算もないっていう8つのなしの番組ですから、はい、だから2本撮り3本撮りは当たり前で、今日は2本撮りの日です。時間だけはありますか。はい、そうですね。能古、はい、島の、一般道、アイランドパークの道に続く道の途中で今、止まってるわけですけれども、はい、また歩き出しましょう。続けましょう。実は結構距離があるっていうのが先ほど確認したら分かりまして、やや早歩きで行かないと。そうですね。今週分でアイランドパークまで行きたいですもん。行けないと。そうじゃないと、ね、コスモスがまだ咲いてるうちにやっぱりコスモス届けたいですから。そうですね。ちょっと前まではサルビアだったらしいんですけど、ね、サルビアね昔あの花のことがあまり分かりませんで、サルビアはあの遠目に見たらですねカレーにつく福神漬けに似てるんで、あー分かるような気がします。あの福神漬けの花だっていうふうに子供の頃覚えた記憶があります。なるほど。そうですね。コスモスがね満開で広がってると風情があっていいでしょうね。はい、描写すればお花も伝わりやすいですね。あの真っ赤な色がね、うん、なんかこう人工的に
着色したような赤でしょ、はい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 、見事にねそう見えるんですよ、はい、農家の方が今農作業をなさっております。誰が喋りながら歩いてるんだっていうこんなところそうですね、これは低めのこれは広い畑ですね。そうですね、みかんの畑とかだと思うんですよ。もともと南側ですから日当たりいいんで。そうですね、確かにそうなんですよ。ただ結構切られてますね途中からね。うわ久しぶり見た。たくさん見てください、里芋の葉っぱがあんなに大きいのは土に栄養がある証拠ですよ。ああさすがいやさすが里芋ね。そうこれ里芋の葉っぱでこんなに大きいのってなかなかないから。そうですね、へー雨が降ったらなんか傘代わりにできそうな、うん、確かに大きな葉っぱです。で水もよく弾くんですよね、はい、里芋の葉っぱって。土がいいんでしょうねこの能古島あたりは。赤いですね、そうですね土なのかな、はい、だから特徴があるから、みかんなどが豊富に取れるということなんでしょう。ワンマンバスが走っている、バスの道ずっと登り続けておりますけれども、まだまだアイランドパークにまでは着きません。なんか福岡だなと思ったのが、離合にご協力ください。あ、離合ね。あれは全国に通用する言葉じゃないらしいですね。私はもう衝撃を受けました、それを聞いて初めて。離れて会うと書いて離合というふうに呼びまして、はい、交通の標識などにも九州は使われたりします。使われますもんね普通にね、はい、全国では分からないと、はい、いや今日はまたいい取材日で。確かに気持ちいいですね。雨の予報で時ところによっては雷雨っていう風に予想が出てたんですけれども、うん、外れまして青空です。うわー鳥が1羽、猛禽類でしょうね、翼を広げて、タカなのかトンビなのか、私鳥関係は苦手なんで分かりませんけど気持ちよさそうに飛んでますね。で雲もやっぱりもう秋の雲ですよね、はい、あの筆にスーッと白絵の具を溶いたような、はい、そうですね。またバス停が見えてきました、漢字ばっかりのこれは、プレートですね。何ですか、古墳の入り口書いてありますね。目がいいですね竹内さん本当に。まあ、目ぐらいしかねいいのがない。平田古墳早田古墳入り口、あるいは早田古墳入り口、うんうん、どちらかの読みだと思いますけども、古墳があった。やっぱり古いし人が住んでたエリアだっていうのは。綺麗ですね。こういうところで綺麗っていう声を上げたかったでしょうね先週のカップルまだ忘れてないんです。いや忘れてません。忘れてないです、はい、なかなかねヘリであの盛り上がりはないと思いますんで次の次のバス停ぐらいがアイランドパークなんでしょうか。今日は延々と歩いております。こちらはあの能古島は、分子が愛した島というふうにも言われてます、はい、律子その愛とか固くの人で、知られる、直木賞作家の段和夫が、最晩年ここの能古島に住みました。ふるさとは柳川なんですけれども最後は能古島に住んでます。東京から移ってきて、1年半ぐらいで83年の生涯閉じるんですけれども、段和夫が願ってたのは能古島時代を築くことだったというふうに言われてます。学生の頃ね私はあの、高校生にありがちな太宰とか、はい、坂口安吾とかいうのに惹かれて、よく読んでおりましたけれども、社会人になってからこの段和夫の作品読みました。で、50代は段和夫をですね、ポルトガルの方で過ごして、で、体を壊して、能古島で、能古島のですね、浜辺の近くに別荘をまず持って、はい、ここで静養するんですけれども、はい、で、その後、小高い、丘のところに旧宅作って住むんですけれども、およそ1年で癌が分かって、入院して、亡くなるわけです。長生きしてたらこの能古島で数多くの作品を書いてくれていたかもしれない。そうですね、はい、確かに昭和52年にあの文学碑っていうのが能古島に建立されまして、うん、時世の国になったもがり笛幾夜もがらせ花に合わんというあの句も残しております、
だから俳句の人口でこの能古島にお越しになる方多いんですよ結構。あ、そうなんですか、うん、へ、春とかね秋とかね、へ、いい季節の時に、そっかそっか、はい、5月の第3日曜はあの段和夫の花放記が開かれるということで、だから5月にね訪れる方多いんですけれども、いい季節ですもんね、またちょっと暑くなり始めて、ね、ついでに言えば、はい、井上陽水の能古島の片思いって曲知ってますか？私知ってるんですよ。え、知らない年齢なのに。知らない年齢なんですけど、はい、やっぱりそれはラジオ局に勤め始めて、ああ、知りました。だから元彼が好きだったとかそういうんじゃなくて何歳と付き合ってる設定してるんですかあれもね、井上陽水の作詞作曲で星勝の編曲の曲なんですけれども、はい、有名になりましたよね。ここで歌うとジャスラックの関係で問題になりますんで詩で言えばですね、冒頭のところはちょっとだけ覚えてますね、月瀬ぬ波の、はい、ざわめく声に、今夜は眠れそうにないって言うんですよ。月瀬ぬ波、月瀬ぬ波、はい、ざわめく声、月瀬ぬ波ってなんかここっぽい表現ですよね、ざわめく声って擬人法ですよね、今夜は眠れそうにないって今の言葉ですよね、もういろいろミックスしても井上陽水だったら歌いこなして自然に聞こえさせてしまうっていうすごい名曲ですね。世界観がねやっぱ陽水さんだなって感じしますね。ちなみに井上陽水さんの後輩です、うちの母親。あ、そうですか。西田川高校、はい、名門ですね。名門かどうか分かんないです、はい、母ちなみに4年高校かったそうです。あ、そうですかまさか娘にね履歴の実習を放送でばらされるとは思ってなかったでしょうけど、一生十字架背負ってるって言ってました、ね、彼女は何かねやんちゃだったのかよくありませんけど、のこ無線中継局 NTT すごい、はあ、そういうのがあったんでしょうね。これもうえ今も起動してないんですかね。来てますよ看板が。そうなのか、うん、この辺りだから随分高いところに登ってきたっていう証拠ですよね、はい、ちょっと下から見えてたところですね。道が下ってきましたね。もうそろそろなんじゃないですか。アイランドパークっていうのは あった あれじゃ、NTT の、ね、かつてあったんじゃなくて今もあるわ。大変失礼しました。立派な建物。あ、これはもう邪魔するものがありませんのでスコーンとこれは電波が飛ぶということですね、はい。今日は福岡市西区の能古島アイランドパークに向かって今一般の道路を歩いております。歩いております、はい、一軒家の、いわゆる一戸建てのエリアなんですけれども、ポツンポツンと立ってますんで、いわゆるプライバシーが完全に守られているからいいですよね。私は浜辺のそばに住みたかったなっていうふうに思っておりますけど。海が好きなんですね。だからね、山で育ったんで海への憧れっていうのがありまして。 ありますか。何かこう浜辺とか立つと飛び込みたくなるっていうそう、そんなにアクティブなんですか。そうなんですよ割と。意外だな。すぐ下着1枚ぐらいまでなって、飛び込みたくなりますね。あ、そうなんですか。そういう性分ですね。なんか魚しがたい、特にアルコールが入るとそうなりますねそれはあまり良くないですね。そうですか。友達もそうですか、はい、でもそういう風にねもう早く弾けられるようになりたいですね。そうですね。新型コロナウイルスはこの後陽性者の数はどうなるんでしょうか。福岡県は随分と減ってきましたけれども、これからどうなるかまだ分かりません。分かりませんが、はい、なんか近くなってるような気がしませんか。道路が整備されている感じしますよね。しますよね。それから森じゃなくなったっていうのがこれポイント大きいと思いますね。ワクワクするな。これ下って登って左に見えてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、とにかく能古島の北側にあるのが、アイランドパークですから、はい、ずっと歩いております。これがまたどう読んだらいいのか分かんない小平谷ですか。よく分かりません。あ、バスがちょうど戻ってきた。アイランドパーク方面と書いてありますから、やはり私たちの歩いている方向は間違いではない。あとバス停何個だろう。展望台、試作の森入り口、
展望台試作の森入り口の次ぐらいじゃないですか。明るくポジティブに捉えたいと思いますね。このまま2周目で到着できないっていうとどうなるのって感じですよね。そうですね、はい、今頭の中ちょっと半分以上どうして歩いてんだろうっていう思いがだんだん強くなってました。そうですね、いやこんなに坂とは思ってなかったからね、うん、びっくりでしたね。さあこのまま行ったら出てくるんじゃないですか。いやバス停はね結構な間隔ですから、ね、私は田舎で育ちましたから、バス停一つ手前で歩いていきましょうなんていうのはあれは都市生活者のたわごとです。もう田舎育ちは大変なことになりますからね。そうですね、気がついたら500-600m とかいうのが、うん、ありますから、なんて言ったってバス停っていうのは人が住んでるとこを基準に設けますんで、間隔とか考えられてなませんからね。そうですよね、その300m おきにとかいうことではないですもんね、うん、お客様のことを考えてですからね。間空いてるところはもうとんでもないっていうことになりますから。はい、ピザ屋さん、あ、森のピザって書いてます。森のピザですね。それからこれは陶芸祭ってことはこれは窯元ですか。窯元か、陶器、磁器、そんなものをお作りになってるってことでしょう。ただ一切立ち寄りません。なぜかというと、はい、もうね今日の目的はアイランドパークなんですよ。なぜかというと、まあ、新型コロナウイルスのこともありますんで、いわゆる変なロケっていうか、はい、いわゆるグルメリポートとかは、はい、あるいはお客様へのインタビューとか極力してませんので、はい、うん、もう目的地にダイレクトに行くっていうのがこの番組の目的ですから本当に、ね、まだ現れませんね。大丈夫ですか。焦ってきてましたね。そうですね、そうです。実はね実はね、まあ、2本目では着きたいよねっていう思ってましたけどね。今日で2週目ですからね、はい、まさか3週目には行かないとは思いますよ。けど3週目に行くつもりはなくて行ってしまったっていう、あの唐津街道がありますから。アラートで始まって、ああ2本目ぐらいで藤崎だろうと思ったら全然違うって。2本目の終了時刻があの福岡市早良区の脇山口入り口でしたから、なんか見立てがちょっとやっぱりあれなんです、ね、緩いですか。緩いなと最近やっタクジさんに言うのもあれですけど、だって古墳を先日収録に行きましたけど、あ、やめろね、はいはい、あれだって見立てが甘くて2週半しましたからね。逆にもう喋ることないから。もう2週半したら。そうか、はい、すいませんね。どうしても地図でね。あ、分かった、今気がついた。何ですか。地図の尺の度合いが違うんだ。あ、ね、見てるですね。そう、同じ度合いだと思って見てたら、うん、だから何分の1とかいう縮尺の度合いが違うからですね、はい、混ぜてしまった。バス停見えてきましたよ。あ、見えてきました。まあ、おそらく次ですから、次の次ですから大丈夫です。あ、ほら、イノシシ出没注意ってね、西区役所。そうですね、なかなかこの、プレートというか標識も見ることありませんから。さあ次です、バス停です。今度の字は小さくて私の目でも分かりません、認識ができません。展望台がありましたよね、キーワードとして、はい、展望台となってました。この展望台っていうのがまた、あ、ここから数十分かかりますから。そうなんですか。そうなんです。あらあら、バス停から相当キロがありますからね、展望台試作の森入り口、はい、この展望台はちょっと今日はカットさせていただいて。なぜかというと、急いでるから。そうです、とにかく行かなくちゃいけない。試案の森って試作か、試作の森ですって。そうですね、試作の森ですね。全然立ち止まらないじゃないですか。いやもうね、試作は行きません。ちょっと試作は行きませんよ。全然立ち止まらない。1時間に1本もないっていうのが分かりましたね。バス停めちゃめちゃ早歩きしてるじゃないですか。そうですよ、高木さん。ほら、展望台まで 850m もありますから。本当だ、大きな大音になりますからね。あ、犬に吠えられております。怪しい人間なんでしょう、何も音がしないような一般道路を喋りながら歩いてますから、大概の怪しさです。でもやっぱり犬としての役割は果たしてますよね。あ、そうですね、うん、大きい。たくさん、大きいワンちゃんですね。あ、結構大型犬ですね。あ、あれはいわゆる猟犬ですよ。猟犬だ。
猟犬だから大型で、たくましくって、ややどう猛さがあるっていうことでしょうね。はい、立派なワンちゃんでしたね。そうですね、毛並みもいい感じです。さあ、見立てが悪い私が見立てたのこの島アイランドパーク、どういう展開になるんでしょうか。これ本当にこんなドキュメンタリー番組でしたっけよくわかりません、つくかつかないか。いい、そうですね、この前の赤塚くんよりも我々ヒヤヒヤしてますよ。そうですか。はい、24時間歩いた赤塚くんのゴールよりも、なんかね、ヒヤヒヤじゃないですか、このね、これちょっと道路がね下っていってるんですよ。あれと思って。でも一本道しかなかったから間違いはないはずですよね。間違いないんですかね、本当に方面が間違ってたら大変なことになりますけど。今あのスマホで方向をチェックしながらチェックしながら行きましょう。この下りがちょっと心配ですね。心配、この下りが、バスが来てるから、よかった、あそこで曲がってくれたら、あ、カップルが、人がいっぱい乗って、そうだ、帰ってるんだ、いいね、君たち帰って今から行くのよ。あ、来ました来ました、臨時のバスが出てるってことは結構今日は人が多いっていうことですかね。はい、はあ、でもまだだな。だから方向は間違ってないっていうのが今のバスで分かりました。いいね、一本道は間違う必要がね、ありませんからね。ただ心が不安になる。まあ確かに、はいはい、何もないですもんね。そうです。今日は平日でしょ。今日平日です。火曜日でしょ。火曜日でした。で、臨時のバスが出るぐらい人が集まってる、でもしかもね、あの釣り革を持って立って、座れない人もいましたから。結構若い方がね、いっぱいでしたよね。平日で臨時便が出る、そうか、分かんないもんですね。すぐ私たちはすぐあの年齢層を確認したりしますけれども、はい、お若い方々でしたからね。そうですね、若かったですね。 F2、M2 みたいなそれも全然分かんないですそうですか。リスナーさんはじゃあリスナーさん、私たち20代以外の方が、ね、そうそうそう、言うね、一番ね、いわゆるあの商業施設も欲しがる年齢層っていう、いいんじゃないかなと思いますけども。下ってますね。下ってもう一回登るんじゃないですか、最後に。下ってますね、下って登るのかもしれませんよ。下って登るのかな。アイランドパーク、今はサルビアから、コスモスに移ってまして、そのコスモスの本数何本か知ってますか。知らない。交渉ですけれども、はい、80万本。80万本、はい、エリア最大の、あ、すごい、コスモスのもうこの花園であります。どれぐらいの広がりなんでしょうかね。確かね、博多湾をバックにして、はい、一面にやや下った感じで咲いてますから、いいんですよね。綺麗でしょうね。ね、久しく行ってないから間違ってるかもしれない。ここでタイマー終わりましたね。ここで目の前ついにやってしまいましたね。3週連続みたいな。そうですね、はい、しかもごめんなさい、もう歩数も数えてなかったです。そうですか。歩数ゼロ。ゼロ。あ、出た2週目で、アイランドパークの本当に目の前でおそらくは、25分経ってしまったっていうこと。そうですね、もうすぐですよね。そうですか。もうこれ行くしかないですね。でも3週目行きましょう。3週目行きましょうか。もう来てるんで、はい、わかりました。じゃあ3週目も残る島ということになります。今週この辺で。本当はね、1週目でここぐらいまで来たかったんだよ。見通しが見立てがな、ちょっと。タクジと歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab Music Trivia you can use starting tomorrow.
Hey, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.